巨大、ゴミ海域は、五大海洋循環の一つである北、太平洋循環の内側にある。太平洋ゴミベルト、ゴミの渦は、北、太平洋の中央にかけての海洋ゴミが多い、海域を指す。浮遊プラスチック等が、北、太平洋循環の海流等の影響により、特に集中している海域となっている。同様の海域は、大西洋の北、大西洋ゴミベルトがある。 太平洋ゴミベルトの存在はアメリカ海洋大気庁が1988年に公開した文書で予測されている。1985年から1988年のアイダアラスカの研究者によって得られたニューストーンのプラスチック粒子の測定の結果に基づいて予測された。この研究は特定の海流のパターンに 支配されている地域に高濃度の海洋ゴミが集まることを示していた。研究者らは日本海の調査結果に基づき類似した状況が太平洋の他の部分で起こると仮定し特に北太平洋管流の影響を指摘した。北太平洋におけるゴミの集積については若田杉森らが船の返流データを用いてまた久保田正久が 現場観測データにより推定されるエクマン流、地高流、ストークスドリフトを用いて明らかにした。また、同様な集積域が世界中の海域にも存在することを、クボタラは人工衛星データから推定した海洋の流れを用いて示している。ゴミ域の存在はカリフォルニアを拠点とする船長で海洋研究家でもあるチャールズ・ムーアの論文により、 広く、注目と科学的な注目を集めた。ムーアは、トランスパシフィックヨットレースに参加した後のた、太平洋寒流を帰る途中に、莫大な漂流ごみの広がりを目の当たりにした。ムーアは、海洋学者のカーティス・エブスマイヤーにこの海域へ、注意を払うよう促した。エブスマイヤーは、後にこの海域を、イースタンガービッジパッチと命名した人物である。報道では、 この海域はしばしば海洋汚染の深刻な例として取り上げられている。世界の歌の海洋ゴミが集中する地域と同様に、太平洋ゴミベルトは主に海上の風景によって生じるエクマン収束によって形成される。しかしながら、黒潮続流、北、太平洋海流といった地交流に伴う収束発散の影響も受け、実際のゴミの分布はかなり非一様である。 ハワイ付近のゴミの集積域についてのメカニズムは、久保田によって、亜熱帯高圧帯と密接に関連していることが、明らかにされている。北、太平洋寒流によって描かれる渦模様は、北、太平洋の両端から廃棄物を引き込む。この動きが非常に高い濃度の海洋ゴミをこの地域に、生じさせた。チャールズ・ムーアは、ゴミの80%は、陸上からのもので、 20%は船舶由来のものであると見積もっている。彼はゴミの破片は海流によってアジアの東海岸から循環の中央へ1年以内に運ばれ、また北アメリカからの破片は5年ほどで運ばれると述べている。長らくチャールズ・ムーアの漁業関連20%陸地由来80%という見積もりが定説であったが、 近年の研究では46%は漁網であるという算定がある。太平洋ゴミベルトでは最高レベルではないとしても高濃度のプラスチック微粒子が海水の上層部に漂っている。結果として海面におけるプラスチックの光分解の影響を研究するのに適した海域になっている。生分解される破片とは異なり、光分解性プラスチックは 重合体であり続けながら、小辺にまで崩壊して、小さくなっていく。そしてその崩壊は、分子レベルにまで継続してゆく。このコアホドリのヒナは、親鳥により、プラスチックを与えられ、それを吐き出すことができなかった。そして上か窒息により死亡した。浮かんでいる粒子は、動物プランクトンに似ており、それがクラゲに、誤食されることで、海洋食物連鎖に入る。 2001年に、そこから取ったサンプルでは、プラスチックの質量が動物性プランクトンの7倍を上回った。これら長く残る、欠片の多くが、クロアシアホウドリなどの海鳥や、ウミガメなどの海洋生物の胃に行き着く。太平洋ゴミベルトで見つかったウミガメの胃の、内容物の74%が、海洋プラスチックだった。野生生物による誤飲や漁網に絡まってしまう。 問題の他に、浮遊する小片は、PCBS や DDT やパズを含む残留性有機汚染物質を海水から吸収する。毒性作用に加え、摂取された物質の一部は脳にエストラジオールと間違えられ、影響を受けた野生生物のホルモンを攪乱させる。NPO 団体オーシャンクリーンアップは2018年世界初の海の プラスチックゴミを回収する装置を作った。これは U 字型の巨大な浮きと海中に垂らしたスカートからなっており、ゆっくりと移動してゴミを集めるものである。そして陸地に持ち帰ったプラスチックゴミはリサイクルする。彼らはこれを機へ運び、5年以内に太平洋ゴミベルトのゴミを半減することを目指している。ありがとうございます。